千葉市によりますと調査は、今年4月、京成バスや千葉海浜交通など市内で路線バスを運行する事業者10社を対象に行われました。調査の結果、4月のバスの便数はおよそ8,260便で、いわゆる2024年問題で規制が強化される前の2月よりおよそ550便減りました。運転手不足が要因で、 これまでは運転手が残業したり、休日出勤したりして便数を維持していたということです。運転手の人数は、今年4月時点でおよそ2400人で、一昨年3月末よりもおよそ100人減っています。事業者は、利用者が少ない路線や時間帯を減便し、影響を小さくするよう努めたと回答しているということです。